さん今回履歴書にしましょうか履歴書これは「黒猫山と短期バイト」こう短期バイトの <laughs> 裏にえー、履歴書があるっていうねこれ面白いなって面白いですね <laughs> これ初めて見た、はい、まあ僕も履歴書昔書いてましたね汚いして だから今回は自分の履歴書ですね。まあ、久保さんが言った通り、あの、やったというね、えー、履歴書は残るわけですよ。どうですかね、履歴書で。一応資格取ったら資格取ったっていう履歴を書けるじゃないですか。名刺になりますよね。一年他の人がやらないことを続けましたっていう履歴が残ります。手持ちのカードがそこで増えます。 ね、たとえ結果が出なかったとしてもやったというね、履歴が残り、そこが名刺に変わり、それが希望,になりに変わり希望に変わり、自信に変わりとかね。うん、俺はこんだけやったぞと。だから人生って、自分にどれだけ満足できるかだと思うんですね。まあ、いろんなね、まあ、ありますけど、<laughs> ま、今回はね、人生とは、どれだけ自分に満足できたかと。 自分の人生に満足できない人生って逆に嫌じゃないですか。うん。じゃあ自分の人生に満足できる生き方って何かっていうと、俺はこんだけやったなと。やりきったっていうね。なんかそういうものがあった方が僕はいいと思います。ないよりあった方が。俺はやったなっていう。 だからその R34 売りますって言った時に多くの人がね、後悔ないですかみたいなね言わ、言ったんですけど、いや、後悔ないほど乗ってるよと。20万キロ乗ってるよと。<laughs> 20万キロってね、多分ね、地球何周分だ地球結構、ね、地球何万キロなんですかね。結構ね、地球一周はしてると思いますよ。20万キロ、地球。 20万キロってどれぐらいの距離ですかヤフー知恵袋。はい。えー、地球4周分。今、ヤフー知恵袋に出てきたんですけど、20万キロってどれぐらいの距離ですか地球5周分です。<laughs> 1一周4万キロらしいですね、地球。<laughs> 久保さん、どうですかね地球、僕、5周分走ってるんですけど、<laughs> 地球5周分走ったから後悔ないでしょ。<laughs> ね 地球一周4万キロらしいですよこれあのベストアンサーでヤフー知恵袋で出てきましたね20万キロってどれぐらいの距離ですか地球5周分です一周4万キロといや地球5周分かこれちょっといいっすね地球5周分走りましたっていう <laughs> 地球5周分走ってて結構パンチありますね久保さんねそう <laughs> っていうね僕は履歴残してるわけですよだから後悔ないんですよ だからその東京から鹿児島に独立するときもお客さんに「吉田さん本当にいいんですか?」と「やり残したことないんですか?」とは言われたんですけど、まあ、ないですねなかった <laughs> うん相当やりましたからね東京でめちゃくちゃやったからねうんだから何もないですよねまあ唯一あるまあちょっと心残りだな心残りっていうかあったのはまあ一応お世話になってね お世話になまあそこはそのなんかまあ申し訳ないなっていう気持ちもあったけども、うん、でもそれ以上にやったっていうのもあるのでまあいいかなっていう、うん、会社に相当尽くしたから、うん、会社のその発展発展にだいぶってか僕がいなかったら、うん、今はなかったんじゃないかぐらい。 まあ動画では言えないですけどもいろいろなピンチな状況っていうのがあったりとかまあ社内でいろいろあったりとか本当にまあ従業員が1人僕みんな辞めて1人の時もいましたから出社して1人みたいなね <laughs>、うん、だから本当にその恵比寿マンション604号室から、まあ、あのねあの飛躍していくその歴史を全部まあ裏方でやってきてうん相当やりましたからねうん あなたの人生の履歴書には何が書けるんですかと白紙ですか、うん、いっぱい書けた方がいっぱい思い出あるしいいんじゃないですかね履歴書書こうと思っても何も書けないみたいなね <laughs> あ全部中途半端みたいな <laughs> いやこれも中途半端これも中途半端これも中途半端中途半端ああやっとけばよかったなみたいなねい <laughs> ってらっしゃい